皆さんこんにちは、ビールジェンド管理栄養士の堀です。本日はタンパク質の多い野菜ベスト5をご紹介したいと思います。今回ベスト5で5つ選んできたんですけれども、食材ってもういろんなこう無数にありますので、聞いたことないぞっていうような野菜とか、スーパーで身近に買えないような野菜はちょっと省いて、身近に手に入るようなお野菜でベスト5選んできたので、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。ではまず第5位、アスパラガスになります。だいたい 100g あたりタンパク質が 2.6g 摂ることができて、まあ、カロリーでいうと 100g で 21kcal となってますので、かなり低カロリーなお野菜となっております。アスパラガスの、まあ、栄養素の特徴としては、アミノ酸の一種であるアスパラギン酸というアミノ酸が豊富に含まれています。アスパラに入ってるからアスパラギン酸って言ったりもするんですけども、とっても覚えやすいアミノ酸の名前ですよね。でアスパラギン酸は体のエネルギー源として一番最初に使われるアミノ酸になるので、身近なところで言うとスタミナ系のドリンクとかに入れられてたりすることがよくあります。第5位はアスパラガスを選ばせていただきました。続いて第4位タケノコになります。 100g あたりタンパク質が 3.6g 摂ることができます。カロリーでいうと 100g 食べて 26kcal となっています。でタケノコの魅力としては、なんといっても食物繊維が豊富に含まれていますので、栄養素として摂取量を意識しにくいものではあるんですけれども、腸内環境を整えるっていうところでは、摂った栄養素をうまく消化吸収して体の材料とする上では、腸内環境を維持するっていうところはもう切っても切り離せない部分になってきますので、食物繊維もしっかり摂れて、かつタンパク質もしっかり摂れるというところで、タケノコを第4位に選ばせていただきました。第3位は豆苗になります。これはですね、私の一押し食材になってます。豆苗は 100g あたりタンパク質が 3.8g、 カロリーが 28kcal となっております。で、なんといってもですね、私の思う豆苗の魅力はですね、とってもお手頃に手に入るっていうところが魅力の野菜じゃないかなと思ってます。スーパーでも季節を問わず手に入りますし、食べた後にもう一回育ててもう一回食べれるっていうような楽しみもあったりするお野菜なので、私は結構豆苗使うことが多いです。プラスの栄養素でいうと、ビタミン K というビタミンが豊富に含まれています。ビタミン K は骨の健康に重要な役割を担っていて、取ったカルシウムをしっかり骨に沈着させて丈夫な骨を作るっていうところで役に立ってくれる栄養素になっています。成長期のお子様だったりだとか、あとは日々のスポーツでこう体に負担をかけている方っていうのは、丈夫な骨作りかなり重要なポイントになってくるので、その面でも豆苗はアプローチできるとっても優秀なお野菜になっています。続いて第2位ブロッコリーになります。 100g あたりタンパク質が 5.4g、 カロリーが 37kcal となっております。タンパク質も摂れるお野菜といって、一番最初にイメージされるのがブロッコリーっていう方も多いのではないかなと思います。筋トレされてる方とかもね、ブロッコリーたくさん食べてる印象ありますが、それには意味があって、食べ応えもある食材になるので、低カロリーかつタンパク質も 100g 食べたら 5.4g 摂ることができるという、とっても優秀なお野菜になってます。あと冷凍のブロッコリーとか使うと本当に手軽に調理もできますし、いろんな料理に使いやすいので、とっても便利な野菜だなと思います。結構私も毎日食べます。ブロッコリーのプラスアルファの栄養素で言いますと、ビタミン C が豊富っていうところが魅力の一つではないかなと考えています。ビタミン C というとお肌にいいとか抗酸化作用があるっていうのはもちろんなんですが、日々スポーツとかされてたりだとか、お仕事でストレスが溜まってたりすると、ストレスが与えられることでも消耗されるビタミンになってますので、現代人にとっては必要不可欠と言いますか、特にスポーツされてる方にもしっかり摂っていただきたいビタミンの一つになってます。なのでこれもプラスアルファで一緒に摂れるというところで、ブロッコリーを第2位に選ばせていただきました。第1位は野菜のお豆類です。野菜の豆類というのは、代表例としてそら豆や枝豆といった、まあ緑色の青いお豆をイメージしていただければいいかなと思います。なんで第1位豆類というふうに一括りで発表させていただいたかと言いますと、お豆類は大豆にタンパク質が多いのと同じように、お野菜の中でもタンパク質の多い分類の食べ物になっています。なので豆類を全部こうランキングに入れてしまうと、お豆のランキングになってしまうので、今回1位
に豆類というふうな括りで入れさせていただきました。気になるタンパク質の量なんですけども、そら豆 100g あたりタンパク質が 10.9g、 カロリーは 100g で 102kcal となっています。枝豆は 100g あたりタンパク質が 11.5g、カロリーは 118kcal となっています。今回お話ししたランキングの中で唯一タンパク質が 10g 以上摂ることができる食材になるかなと思います。豆と一口に言っても、食品分類上豆類として分類されるものと野菜として分類される豆の種類があります。タンパク質の多いというイメージのある納豆とか豆腐とかの大豆は豆類として分類されるんですけども、緑色の豆、枝豆とかそら豆は一応野菜という分類に食品の分類上は分けられますので、タンパク質の多い野菜として入れさせていただきました。このそら豆とか枝豆はおつまみとかでも手軽に食べることができますし、冷凍食品なんかでも売られていますので、普段の食事に取り入れやすいお野菜かなと思いますので、取り入れていただければなと思います。タンパク質の多い野菜ベスト5でご紹介させていただきました。だいたい 100g あたりで摂れるタンパク質の量っていうのは 10g 未満のものがほとんどだったかなと思います。摂れる量が少ないから、ここのタンパク質の量はもう無視して考えようっていうのはもったいないかなと私自身は思っています。もちろんお肉とかお魚の方がタンパク質を摂る量としてはしっかり摂ることができるんですけれども、お野菜のいいところっていうのは、お肉や魚じゃ摂ることができないビタミンやミネラルをしっかり摂ることができるというのが魅力になっています。タンパク質だけいくらたくさん摂っていてもうまく体作りに使うことはできないので、一緒にビタミンやミネラルを摂れる野菜っていうのもぜひ意識して摂っていただきたいなと思いますし、せっかく摂るのであれば毎日のタンパク質の摂取量にアプローチができる野菜を意識的に取り入れていただければなと思います。では本日はタンパク質の多い野菜ベスト5をご紹介させていただきました。この動画が少しでも参考になったら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。